吸着力みたいな。ね、これちょっとさ見たいでしょみんな。ほらこういう風になってんだよ。これ別に鍵じゃなくてもエンジンかかるのかな、これって。かかりそうだね。どうなの？感電してビリ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 って骨が見えるやつ。骨が見える。そう。あでも結構奥まではね。あ、だって指だもんこうだもんね。人差し指サイズ。ね。でここからここでアクセサリーオンになってるね。でここから最後グッと。あ。まだここでもエンジン、ここでアクセサリーオンだ。もうちょうど平べったいところで。で、こっから思いっきり。なるほど。ね、だってここで出てピュッと出てこないんだから。これに引っ張っても出てこないのかな。そういうことしない。イギリスはそういうことしちゃダメ。ね、ナビはこれパナソニック製ですよね。あ、本当？これストラトじゃないですか、確か。このインターフェース画面確かに。あでもパナソニックっぽいね。確かに確かに。そうだと思います。ね、映り悪いよね。この画質だけは最初になっても変わらなかったですね。あ、前からこの画質？前からこんな感じの画質だったと思います。あ、そうなんだ。この1個前のラピードもこんな感じだったと思います。へえ。見づらーって毎回思ってましたね。見づらいよね。前も見づらいんだよね、これ正直。見づらいです。前にさ、458あるからさ、さすがに当てられないんだけど、見づらい、本当に。はい、昔あの、インスタで質問コーナーとかやってた時に、はい、車運転の上手くなるコツ何ですかっていう。これは僕も知りたいです。でもね、やっぱね、自分がもう本当にそれこそ何百台誘導してきて、はい、何千台も誘導されてたから、はい、ね、だからね、それでやっぱ感覚はすごく分かるようになったね。あ、まだいけるいける、あそこ行けないみたいな。そういった意味ではこのやっぱね、駐車とか車庫入れっていうのは、うん、多分ね、そこで俺、ね、ぶつけたことないよ。このコーナーセンサーがね、過剰に反応してる気がして。 BM とかすごい過敏じゃないですか。ああね、ポルシェも確か過敏だったな。割とそうですね。あれ、レオミラーがほんと近いね。イギリス車ってね、アストン近いのよ、ほんとここまでの距離しかないからね。そう、一般的にはだよ、ここだよ、ルームミラーは。ね、ここって結構近いの。そしてさ、後ろがさ、全然見えないでしょ、この車。本当だ。ね。どうですか、今回乗ってみて。よかった。あら。91点。ミノダが90点。俺が91。珍しい説明。やっぱね、最近ね、イギリス車ブームなんか来てるな。この間ね、僕ね、自分のお客さんにも言われて、はい、あのその方は当時ね、フライングスパー乗って、はいはいはい、そこから多分レクサスの LX か何か乗って、レクサスの次がレンジかな、はい、レンジのボーグのオートバイオかなんか乗って、はい、レンジの次がゲレンデル G63 乗って、またレンジ乗ってる。で、はい、この間電話かかってきて、お客さんから、いやー、加護さん久しぶりですねーみたいな、あーどうもどうも、元気ですかみたいな、いやー、加護さん今レンジ乗ってんですかってなって、あーそうなんですよ、僕レンジなんか好きでーって、いやー、それね、加護さんって僕も一緒なのみたいな、僕 G63 乗ってたじゃないですかって、あーそうですねって、びっくりしたの、加護さん G350 乗ってたんですねって言われて、そうなんですよ、 G350 乗ってなんか SUV とかディーゼルもいいなと思ってレンジだったら、あーイギリスとのあの新種の走りがいいなって、そうなんですよねって、なんかそれをね、共感できる人がいたら僕は本当に嬉しいって言われて、ああそうですかって。でレンジが乗っててもあれ疲れないんですよ、あの車って。川上さんなんでだと思いますって。やっぱレンジってあのもう視界が独特だし、その運転姿勢も独特じゃないですかって、あれって他に真似できないと思うんですよねみたいな話とか、いやまあそうそう、それもあるんですけど、やっぱねシートがフラットなんですよ、レンジローバーって。ってだからね、あれはもう本当にね、シートというよりは椅子なんですよって。だから長時間運転してても全然疲れがないんですよねって。でその他の SUV ってどっちかって寝てるじゃないですか、シートがみたいな。まあ確かに、ね、どっちかラグジュアリー要素が強いみたいな。だから SUV を運転するとちょっとね、なんか腰が痛くなったりするんだけどって、そういうのがレンジはないからね、いいんですよとかって話をして、いやーってなんかね、結局何の話をしたのかって言ったら、はい、いやレンジローバーいいよねっていう、ただそれだけの話をしてた。でもなんか同じように、なんかそういう風ななんかステップというか、車のね、乗り換えて良さを知ってみたいな。で今行き着いたところがレンジっていうのに、なんかすごくね嬉しかったって言われてね、
ああじゃあゴール行きましょうって話になっていやでもね本当そうなんだよね、輸入車って社会大事ね。であとミノとはもうとも今日話してたんだけど、はい、じゃあミノ何欲しいって言ったらレンジローバーが欲しいって言ったの今車で。でレンジローバー何が欲しいって言ったらボークが欲しいですと。でも僕も乗ってるし社員も乗ってるから、はい、だからなジゲレンジとかの550とかもいいかなって話をしてたんだけど、はい、いやもしレンジ買うんだったら何色がいいって言ったら黒がいいっすよ。でも僕は次もしボーグを買うんだったら黒白以外行きたいよ。なるほど、ね、ベージュシャンパンゴールド紺とかもう青みたいな。なるほど、ね、それこそもうグレーガンメタなんかね。こんなこと言ったら本当生意気だけどサブちゃんだから生意気で言うけど、はい、白黒はもう子供っぽいってちょっと思っちゃったの。なるほどね、うん、若いなって生意気でしょでも思っちゃうぐらいになっちゃったの。だからレンジって結構街走ってるの見るとさシャンパンゴールドとか多いじゃん。多いですね。そういうことなんだと思って。だから自分もなんかそういうね、うん、なんか同じような感じで車を乗り換えてるのかなってちょっと思ったりしたんだよね。なるほどですね。でもこの間のアストンマーチンレーシンググリーンじゃないんだけどあのねああいう緑系の色とか、まあ、欲しいなって思っちゃってる本当にリセールは確かに悪いかもしれないけど新車で買ったら悪いよ。中古で買ったら安く買えるから。だから別にね損する金額が変わらないと思えば別にそれありかなと思って。でもやっぱね若い時は分からなかった本当に。うーん今になってようやく分かってきたね。なるほどだからね心もねちょっと真摯になったんだと思う。でアストン乗ったってすごくよくてさ、ね、また河村くんのねおーって喘ぎ声をねあれあれあれシンプルに今ぶつかりました、ね、あそうそうちょっとヘッドレスの頭つけてたけどこれ今2足でしょほらほらすごいでしょほらほらねこれちょっとカメラ近すぎない大丈夫肌荒れとか見逆光なんでいやでもねカメラね近いのも慣れたな。なんか昔はもうほんとねカメラがねこうやって近くにいると本当に嫌でしょうがなかったけどなんかだいぶ慣れてきたな。なんかいや俺ねあのねこれも車とは関係ないんだけどこの間ね電気屋さん行ったの街の、はいはい。そしたらさ、もうテレビコーナーもすっごい画質いいじゃん。そうですね。もうあれ見た瞬間にゾワッとしたもん俺うわーみたいな。なんかもう肌とか全部あんな鮮明に映っちゃう多分毛穴まで見えるよあれもうほんと今のなんか有機 LED っていうのがなんか 8K とかもあるでしょ今テレビ。そうですね。あんなんでさ、もう YouTube だとはいえテレビのね、ホームテレビでこうやってお大画面でさ、映された日にはさああ老けたなこの人はってでもねやっぱアストンは、ね、今日もね話したんだけど、はい、ミノダはこの車を今日レビューすることを知ってたから、はい、グレーのスーツにしちゃった確かにグレーのスーツ似合ってるわってこれ安定のコーンにしたんだけどああ俺もグレーしてくればよかったなって思っちゃう車。もちろん走りも面白いし走り以外の要素でなんか楽しめる車かなって思う。でもこの間直近 DB11 やったじゃん、はい、やっぱ DB11 とこれ乗るとやっぱね DB11 の方が新しいなってもうメーターパネルも全部そうだし新しいなって感じはするんだけど乗ってて乗り心地はね DB11 がめっちゃ良かったやっぱり。あ、そうなんですか。そうでこっちの方がやっぱね割とスパルタンで音も激しくてみたいな。セダンもスパルタンですよね。そう多分ねそれやっぱその開発した時期だとかモデル認識によっても変わってくると思うんだけど乗り心地は DB11 の方がいい、うん、乗った瞬間にそれはもう感じたぐらい。なるほど。そうだからセダンだから乗り心地がいいっていうのとはちょっと違ったね。まあでもそんな腰が疲れるって車じゃないあとねこれ例えばアストンとか、まあ、ベントレーなんかは特にそうみたいなんだけど、はい、例えばあのゴルフのコンペとかに参加するじゃん、うん、そうするとうちのスポンサーになってくださいよとかそういう話も結構来るんだって。やっぱ車で見られるって言ってた。うわーこの人持ってんなーってちょっとお前ちょっと故障してみようみたいな。いやうちなんとかのアスリートのなんとか選手いるんですけど、ね、ぜひスポンサーやってくださいみたいなそういう話も多いし、まだいろんな人から誘われる機会もあったからって、うん、やっぱ車で人脈が広がったっていう輸入車は多分ねそれ結構あると思う。やっぱさ何か起業してうまくいったとかさお金持ったらいい車やっぱ乗りたいっていうのはあるじゃん。特にねこの辺のね都内とかね都心エリアの方とかだったらやっぱその中でのやっぱ共通のコミュニティが増えるっていうところで
また新しいビジネスだとか、ね、人脈が生まれて何かをやろうっていう。だからね、僕もね、それこそのお客さんとゲレンデ乗って、レンジ乗って、はい、みたいな。で、川越さん、次何乗りたいのって言ったら、レンジ防具ですかね、やっぱりみたいな。ですよねみたいな。まあでもね、巡り合わないとわからないし、ちょっとね、背伸びしてでも、僕はね、いい車乗りたいっていう方なんで。あれすればスピーカー問題の方は、相変わらずですね。スピーカー問題まだ直ってみませんし、パーツが、12月頭ぐらいには届くっていうお話で連絡待ってるんですけど、ご連絡も来ず。でもここはやっぱイギリスは乗ってるんで信じます。最速の電話とかはしないですよ。まだっつって、もう連絡ぐらいしてよっつって。いや、部品が来ないってことは連絡がないってことなんだな。優しく優しく。大丈夫ですか、来月ぐらいに電話しないですけど、それで2回してくれよって、うん、来ないんだったら来ないでさ、ちょっとさ、連絡ぐらい1本してくれたっていいじゃんって。でもね、これはね、よく車屋さんあるあるなんですよ。よく来ない、連絡しない、ね、お客様から連絡来ちゃダメなんです。そう、仕事はやっぱね、追いかけられちゃうとダメなんで、やっぱそれはね、良くないなと思いますし、肝に銘じて、はい、果たしていつ治るのか。そうね、治る前に売っちゃうんじゃないかって。いやでも本当そうだよ。もうだってコーナーセンサーの音ですら、まあ、プチ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 ってすごいですよね。もう本当にあれ、もう本当に嫌だ。でも売却するでも次のオーナーさんのこともあるんで、ちゃんと直してあげて売却したいなと思ってる。それはやっぱ新車保証が残ってて無償で直せるから、ね、だからこそ、ね、いい車なんだっていう。だから別にそのなんだろう、もうムカついて何とかしてやるとかって、そういう恨みは何もないです、うん、そういうことです。ではでは、まあ、本編もねご覧いただいて、またちょっと帰りにマセラティのグランカブリ赤これ飲んで帰りますということで、今回は終了させていただきたいと思います。これからもロペライチャンネル、ロペチューンよろしくお願いします。ありがとうございました。